さあスポーツの秋です。札幌では可愛くも熱いバトルが繰り広げられました。札幌のツドームで開かれたのは市内の学校法人が運営する9つの幼稚園と保育園対抗のサッカー大会。実は今年で43回目と歴史ある大会です。前後半合わせて14分の試合時間にポジションなんてお構いなし。子どもたちはボールめがけて一目散に追いかけます。巧みな足技。華麗なシュールも。コーチになること。この中から未来の日本代表が出るかも。そんな期待が膨らみます。